J リーガー1分紹介。はい、どうもヒデです。今回紹介するのはヴァンフォーレ甲府の10番長谷川元希選手です。長谷川選手は大宮 RTJS 出身の選手で、チームをプレミアカップ優勝にもたらす活躍を見せるも、高校卒業後はトップチームに昇格せず法政大学へ進学します。大学では1年生の時から監督からの期待を受け、出場機会を与えられ、3年の時にはトップ下でスタメンに定着します。その後ヴァンフォーレ甲府に特別指定選手として加入し、 J2 第8節の水戸ホーリーホーク戦で後半途中から出場し J リーグデビュー。その年の出場は2試合にとどまったものの、翌年の2021年には正式的に加入し、加入1年目から J リーグ36試合に出場し7ゴールを記録しています。その翌年の2020年も主力としてリーグ戦40試合に出場し、8ゴール4アシストを記録し、天皇杯でも優勝に大きく貢献する活躍を見せています。そして今シーズンから背番号10を背負い、24試合に出場して5ゴール5アシストとチームを支える活躍を見せています。そんな長谷川選手の特徴は、正確なボールタッチと意外性のあるプレーでチャンスクリエイトを多くできる選手です。それにドリブルでの突破力もある選手です。そんな長谷川選手の今後の活躍に注目です。以上。